はい、パーツ石破です。今日は8月の15日で、宝塚劇場に来ました。で今日は、月組のトップスター玉木亮さんの、ご卒業の公演でございまして、ラクビーでございます。大千秋楽でございます。他にもね、ご卒業される生徒さんいましてね、私はその2016年のアーサー王で先生させていただいて、でその後ワークショップとかもねしていたのですが、その中からもねご卒業される方がいまして、非常に、感慨深いものがあります。今日は、オーラン期ということで南北朝のお話ですね。楠木正成とか好きな私もね方でして、非常にね心に残る、日になるかなと思ってます。そもそも2016年のアーサー王の時の、集合日も私の誕生日でして、でそこからなんかご縁だなって。で当時、ミヤルリカさんもいて、でミヤルリカさんも同じ誕生日だったりとかして一緒に祝ってもらったりしたんですよね。何でしょうか。なので、月組は大好きですし、宝塚の仕事をさせていただいてからはやはりこういろいろ自信もつきましたし、大切な劇団です。で玉木さんはのね、トップになって一番最初の作品で私振り付けで入ってるんで、私も玉木さんのね、時代の一員だと思っております。そんなわけでね、これから13時半開演です。楽しんでこようかなと思います。しっかり目に焼き付けていきます。それでは行ってきます。はい、ただいま18時多分50分ぐらいかな。終わりました。玉木亮さんの、対談公演見てきました。玉木さん他、8名の方がまた対談されるんですけど、アーサー王だったりとか、ワークショップだったりとかでご一緒された、ご一緒した生徒さんもいたり、何でしょうね、本当なんかこうなんかね、僕ね号泣するかなと思ってたんですよ、感極まって。でもその涙するところももちろんこうありはあったんですけれども、それよりもこう本当にこう僕もなんか幸せな気分になれて、本当にこう宝塚の仕事ができて、玉木さんのプレーのトップの時から、で今日の最後千秋楽まで見ることができて、本当にこう良かったな、幸せだなっていうふうに思ってます。本当に今日、舞台感激できて良かったなと思ってます。また今ちょっと興奮してるんでもうね言葉がちょっと出ないんですけど、帰宅したらこの後僕ちょっと稽古あるんですけど、あと帰宅したらもう一回撮りたいなって感想を思います。いや月組の皆さんお疲れ様でした。千秋楽お疲れ様でした。そして、玉木さん、そして、対談される、ジェンヌの皆さん、お疲れ様でした。はい、書いてまいりました。もうねもう胸が熱いですね。これ最後ね、降ってきました。いやね、
まあ、なんでしょうね、言葉がね、ずっと考えてたんですけど、こうなかなかこう見つからず、ちょっといっぱいやろうかな。ね、ちょっとすいません、もう、ご卒業おめでとうございます。飲みます。そうですね。じゃあちょっと感想と言える言葉も出ないんだよな。なんでしょう、この気持ち。なんて言ったらいいんだろうな。1時に行きまして、でまず整理券いただいて、でお買い物しました。 玉木さんグッズを買いまして、で1時半から始まり、1部、2部、そしてさよなら賞、ご挨拶含めて、6時40分ぐらいかな、40分か50分ぐらいだったと思います。ね、こんな長い時間劇場でこう舞台を見るっていうのは初めてでしたね。でもあっという間でした。もういろんな気持ちがこう込み上げて。結構僕号泣しちゃうかなって自分で思ったんですよ。でも意外としなかったんですよね。で、一部一部ね、その新シーンで、感情がこうね、ぐっともう込み上がり、涙が流れる時とかはあったんですけど、自分で予想するほどではなく、感激してました。ですが、やはりこう一番はもちろんこう、玉木さん筆頭に、ね、卒業される8名の全女さん、そして、戦火に行く木月さんとシボンさんのお言葉を聞いてると、そこはやっぱりまた涙も込み上げてきたんですけど、さよならショーの時の1曲目がアーサー王の曲で、キングアーサーって、もうそこで僕が、何でしょう、アーサー王で携わらせていただいて、でそれから舞台はね、月組の舞台はほとんどこう見に行ってまして、で、まだこうトップになったばかりの玉木さん、そして、今回ね、ご卒業される玉木さんを見て、キングアーサーの曲の時に、もう、何の涙なんだろうな。悲しさではないですよ、もちろん。なんかでも、喜びでもないんだよな。言うんでしょう。まあ、僕もね、月組の、こう、玉木さん時代のね、一員と思ってますんでね。だからとにかくこう涙が止まらなかったですね、あの時。いや、本当は、そして強く思ったのが、宝塚のことはね、まあ、2016年からですけれども、でもね、仕事としてしたのはね、朝をだけなんで、まあ、ワークショップしたりはありますけど。だから全然その詳しくもなければ、そんな全然分かってもいないんですけど、でも宝塚と出会えて本当に良かったなって確信を持ちましたね。だから喋っててまたなんか込み上げてきちゃうんだけど、もしかしたら
その仕事でアーサー王の振り付けをしなければ、もしかしたら宝塚を見る機会がもしかしたらなかったかもしれないなって思います。まあそれはね、もちろんあるかもしれないですしね、わからないことなんですけど、ない可能性もあるって。そう考えた時に、この宝塚歌劇団を見たことない人生なんてってね、僕はそう思いまして、だから本当に本当によかったなって思います。はい。まあちょっとね、なんか話してるとね、なんかまたこう込み上げてくるんでね、本当、玉木さん、そして、ご卒業される8名の人類たち、そして戦火に行かれるシモンさんと木月さん、お疲れ様でした。ね、まだまだ皆さんで頑張ってください。応援しております。いやああ、感動した。買い物したんです。 でね、何を買ったかお見せします。前からね、買おうと思ってて、買ってなかったんですけど、じゃーん、オペラグラス、宝塚、見えるかな？宝塚のオペラグラスです。黒とこの、まあ、すみれ色があるんですけど、僕ほら結構黒で今決めてるんで、黒にしようかなと思ったんですけど、せっかく宝塚のね、オペラグラス買うんですから、すみれ色にしました。これね、嬉しいね、これね、これまず買いました。で、あとは、もちろんね、歌劇。ね。もう、玉木さんですよ。これも買いました。あとこれ読みます。あとね、もちろんそのね、今回の王蘭旗、楠木正虎。ね、これ。よかったなぁ。で、パンフレット、買いました。まだ買いましたよ。あとは、これはね、コレクションカード。全王蘭旗のね。だって、玉木さんのね、最後の、作品、舞台ですからね。いろいろ買おうと思って、買いました。じゃーん。あとね、写真、ドーン。もう、これはもう、この辺ですよ。ドーンと。ここだ、ドーンと。ね。いいな。 買いました。で、じゃーん、ファイル、玉木さんの、何このイケメンな感じは、本当にかっこいい。これね、もう僕はもうほら、なんかパントマイムの先生ではありますけど、ファンですから、もう宝塚、そして月組ね、玉木さん。そういえば、あれどこ行っちゃったかな。アーサー王の時のファイルもね、ちゃんとありますよ。まあこんな感じでお買い物もね、まあ、してきました。ちょっと今、せっかくだからこの辺ちょっとこうやって置いとこうかな。ね、せっかくなんで。 もう置いときましょう。バーンとバーンってね、こうやって置いちゃって、ね、こうやって置いちゃって、はい、もうね、歌劇もね、歌劇ね、ちょっと置いときましょう。はい、もうそんなわけで本当にね、もう本当に最高ですよ。ね、もう最高です。ああ、頑張れる。なんか僕も頑張んなきゃな。もうそんな熱い思いでございます。あとね、そうね、いろいろお話。まあもちろんそのアーサー王の時にね、こう一緒にこう舞台して、ね、パントマイムを教えていただいたんですけどね、みんなやっぱり、こうね、元気そうで素晴らしい演技をしてて見てて嬉しいですね。カランさんとかは本当にこう芝居が上手ですよね。本当にいいな、上手だなと思って見てますし、シモンさんね、
戦火に行きますけど、下田さんの舞台もね、出演するのは見に行こうと思ってますね。下田さんも本当こう素敵な方で、パントマイムも楽しんでやってくれてね、本当にこう嬉しかったな。今日下田さん、でも下田さんと木月さんのあのご挨拶のところが本当面白かったですね。なんか幸せになります。うん、加代さん、公家の役でございましたけど、ダンスもねしっかり見てますし、芝居も見てます。セリフもねこう透き通るようなこう、声でね素晴らしいなって、芸達者ですしね、もっともっとこう見ていきたいなというふうに思ってますね。なんと言ってもアーサー王の時に、ソロでもねマイムをね習得してくれましたからね。カバンとかだってやると難しいですからね、本当に。いやうん、ね、加代さんもねお疲れ様です。おっと忘れちゃいけない、最後卒業される方に組からそして、同期の方から花束がこうね渡されるんですけど、玉木さんの時、94期ですか、なんと若葉さんがいらっしゃってお花を渡してました。うわ若葉さんだと思って、僕は若葉さんなんですけど思いがありまして、アーサーの時で若葉さんと今度ねトップになられる娘役トップになられる、海さんですけど、その二人割とこうコンビというかなんか一緒であってとても印象深いんですけど、でアーサー王終わって、宝塚乙女に若葉さんが結構長い文章でパントマイムのことと僕のことを書いてくださってすごい嬉しかったんですけど、まあその乙女もねちゃんと大事に僕撮ってあります。あとでちょっと読もうと思いますけど、その、ね、若葉さんがねこういらっしゃって、で、まあ、そこもだから僕胸熱でしたね。わあ若葉さんだと思って、うん、いやー本当今日はだから素晴らしい一日になったな。忘れられないですね、人生において今日の日は。2016年9月の12日の僕の誕生日も、忘れられない誕生日ですよね。初めてのその宝塚の仕事で集合日の日が誕生日ですからね、うん、いやーほんとね幸せです。うん、宝塚誇りですよ僕も。ほんとなんか宝塚仕事ができたなんてね、いや改めてこれは僕の人生において非常に大きなことだなって思ってます。はい、まあそんなわけで、ね、もう話すとねまだまだ話せるんですね。ここまでにしときます。今日はちょっとあれですね、美味しい。もう一回パンフレット見てね、カタログパンフレットか見てまた思い出そうと思います。あ、ツイッターもねつぶやかないとな。そんなわけで、素晴らしかったです。じゃあどうもありがとうございました。